第34回スーパーボールは2000年1月30日にジョージア州アトランタのジョージアドームで行われた34回目のスーパーボール NFC チャンピオンであるセントルイスラムズと AFC チャンピオンであるテネシータイタンズの対戦ラムズがタイタンズを23から16で破ってチーム創設以来初めてのスーパーボール制覇を果たした MVP は ラムズのクォーターバックであるカートワーナーが受賞した。ワーナーはこの試合の2年前に、ラムズと契約するまで、アリーナフットボールリーグでプレーしながら、時給6ドル弱のアルバイト生活をしていたため、この活躍は多くの人々に感銘を与えた。テレビ中継は ABC が担当した。1996年10月31日、ニューオーリンズでのオーナー会議で、 第34回スーパーボールをアトランタで開催することが決定された。アトランタの他にはマイアミ、タンパ、ロサンゼルスが候補に上っていた。オーナー会議では当初第33回と第34回の2回分のみの開催地を決定する予定であったが各候補地のプレゼンテーションが強力であったため第35回の開催地もこれらの候補地から 選定することとした。その結果、第33回が、マイアミ、第34回が、アトランタ、第35回がタンパに決定した。1999年の NFL シーズンは9月12日に始まり、翌年の1月3日まで、レギュラーシーズンが行われた。プレーオフは2000年1月8日から始まり、NFC は、第1シードのラムズが順当に、 スーパーボール進出を決め、AFC は、第4シードのタイタンズがディビジョナルプレイオフで、第2シードのコルツ、AFC 決勝で、第1シードのジャガーズをそれぞれ敵地で破り、スーパーボール進出を決めた。NFC チャンピオンシップゲームは、セントルイスのトランスワールドドームで行われ、ラムズが11から6で、タンパベイバッカニアーズを破り、初のカンファレンス優勝とスーパーボール進出を決めた。 AFC チャンピオンシップゲームは、ジャクソンビルのオールデルスタジアムで行われ、タイタンズが33から14でジャガーズを破り、初のカンファレンス優勝とスーパーボール進出を決めた。前半はラムズが、ジェフ・ウィルキンスの3本の FG で9から0とリードした。後半ワーナーから、トリーホルトへの9ヤードの TD パスで、ラムズが16から0とリードを広げた。 タイタンズは、エディ・ジョージが1ヤードの TD ランを上げたが2ポイントコンバージョンに、失敗、16から6となった。その後、エディ・ジョージの2回目の TD ランで16から13、アルデル・グレコの43ヤードの FG により、残り時間2分12秒で16から16と、同点になった。その直後のプレイでワーナーから、アイザック・ブルースへの73ヤードの TD パスが、決まり、 23から16とラムズが再びリードした。残り1分48秒でタイタンズに再び攻撃権が移ったがホールディングの反則により自陣12ヤードからの攻撃となった。ここからタイタンズはボールを前進させ、残り6秒で敵陣10ヤードまで攻め込んだ。 最後のプレーでスティーブ・マクネアからパスを受けたケビン・ダイソンがエンドゾーンを目指したがラムズの LB マイク・ジョーンズがタックル、ダイソンは懸命にエンドゾーンへ向けて手を伸ばしたがエンドゾーンにわずか1ヤード届かずラムズが23から16で勝利した。ワーナーはこの試合で414ヤードを獲得した。この記録は2020年時点でもスーパーボール記録のままである。 ありがとうございます。